はい、じゃよろしくお願いします。お願いします。ハラトープテーツ、はい、すごく材料にまずこだわってらっしゃるって聞いたんですけど、はい、そのあたりのお話をしていいですか。はい、はいはい、ものは、北海道の粒の素材ですね。あと東北とか新潟の分のその年の輸入の塩嶺とか福井とかいろいろあるんですけど、粒の子大豆あまり聞いたことがないんですけど、今はもうほとんど作ってる農家さんが作る、大体北海道材だけですね、で回っているもの自体がめちゃめちゃ高いんで、はい、それを使おうって思ったきっかけとか何かあるんでしょうか。もともと昔から煮豆用の大豆で北海道粒の子が一番美味しい、甘煮がっていう感じで言われてて、でそれをいっぺん豆腐に使ってみようっていうことになって、やっぱり豆腐に使うんやったらやっぱりちょっと油分が少ないんで、でも甘みがあるから美味しいんですけど、なかなか作るのは難しいですよね。それをましてやにがりで合わせていくのは難しい。